京成杯オータムハンデチェックということでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェガマ創水発注でございます。まあ、こちらのね、まあ、ハンデ戦、レース名にハンデって入ってるの、多分、JRA の重賞だとこれだけだったかな。まあ、そんな感じでですね、もう伝統のハンデ戦、秋の始まりを告げるというかですね、まあ、ここから秋競馬、ローカル競馬でやっていた夏競馬から中央にか、中央4条の方にね、競馬場が、メインの競馬場が帰ってきてというところで、始まる秋競馬の一発目に行われる重賞として長年やってきている。昔はね、今あの秋、冬の最後にやっているチャレンジカップ、これがね、朝日チャレンジカップって、この時期に一緒に並んであったわけだけれども、まあ、そんなね、京成杯オータムハンデのですね、ハンデ戦、ハンデのね、変更があった馬っていうのが、今回この5頭だけですね、登録馬中で、登録馬十何頭の中でこの5頭ということで見ていきたいと思います。まず1頭目、国のプレミアム、3走前の中山牝馬ステークス、金量53キロで勝ってます。まあ、通常、牝馬なんでね、もちろんだから中山牝馬ステークスを勝ったってことは。で、まあ、基本、重賞勝つとね、2キロぐらい金量増えるんですよね。まあ、それも、これが、53キロで金量で勝ったってことは、まあ、2キロ増えて55キロっていうのは普通じゃないですか。今回、54キロ。まあ、つまり、牝馬の、こと牝馬だってことを考えても56キロですよね。ボバで言えば56キロの金量っていうのはどうかなって思ったんだけど、そっか、中山牝馬ステークスって今年は全部の馬に金量1キロずつ乗せられたんだったっけ。だとすれば、通常で言えば52キロっていう金量で、重賞、牝馬限定重賞を勝ったということで考えると、一応許容範囲の金量ですね。もう1キロ重くてもおかしくはなかったという意味では、ちょっとハンデ得したなということで気にしておいた方がいいかなというふうには思います。そして2頭目、コムストックロード。前々走ですね、パラダイスステークスを50キロで出走しています。で、今回の金量は51キロ。なんで、ハンデ順調に増えてるなというふうに見えるんだけれども、前々走のパラダイスステークス50キロは、3歳6月なんで、この時期多分、確かね、この距離だと、金量4キロ減のはずなんですね。つまり、古馬牝馬で言うと54キロっていう金量を切られていたはずです。こっから計算すると、3歳9月は2キロ減。ってなってくると、もう1キロ重くてもよかったはずが、ハンデがね、少し軽くなった。これはね、別定戦の方にもダブル登録があって、セントウルステークスに出てくればコムストックロード52キロでの出走になるんでね、1キロ負けてもらったら、もしかしたらこっちに出る、そういう腹積もりがあって、つまり51キロなら京成杯オータムハンデに出るっていう目があってのハンデ戦登録かもしれない。そんな感じでね、見えています。そしてダーリントンホール、前々走ダービー級チャレンジトロフィー56キロ。重賞3着2回で0.5キロ増えたっていうのはね、もちろんこの馬の実力を、ね、考えたら、そんぐらい勝負になるだろうという気はするんだけれども、この0.5キロ刻んでくるパターン、近年なかった。もうここ何年もなかったね。だから前回、3年前がそうだったとか、そういうこともないぐらい。そんな感じでね。元から良血で期待されてるんだなという気はする金量になっています。そしてベレヌス、前走中京記念をね、55キロで勝ちましたから、57キロ、通常の重賞勝ち馬の金量っていうのは妥当なところだと思います。そしてルフトシュトローム、6走前、去年のダービー級チャレンジトロフィーでは56キロだったんですけどね、そこからまるっと不振が続いてるんで、55キロ、妥当な金量ですね。1キロ、それは減るでしょうと。ただ、1キロ減った段階で、このね、1年の負け、着順の数字が悪くても、1秒前後の差までに収まるような負けを繰り返しているような馬であれば、ハンデ1キロ減っていうのは、勝負になるポイントなのかなというのはね、これ、毎回そういう気になるところなんで、今回もね、そういったところをチェックしながら、予想の方に役立てていきたいと思います。そんなわけでね、
実際の予想とこちらのね、今週はシオンステークスとセントウルステークスメインチャンネルの冬神 TV の方で上げています。まあ、それ以外にこちらの方でこうやって雑多にね、競馬の話をしてますんで、まあ、ハンデのチェックだったりとか POG 一口話、まあ、その他ね、あの地方重賞まで含めたいろんなオープンクラスのレースとかのね、予想を上げてますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。